はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄太です。皆さん、サイン・コサイン・タンジェントって聞いてどういうふうに思いますかね。まあサイン・コサイン・タンジェント聞いたことあるよ、でもまだ勉強しないよっていう方もいると思いますし、はたまたですね、ちょっと勉強したけど、いやもうなんかこんなんめんどくさくてやってらんねえ、難しいわっていうね、まあね、拒否反応を示してしまう方もいると思うんですけど、今回ですね、そういった方たちがサイン・コサイン・タンジェント、三角関数をこれから学んでいくにあたって、これを押さえておけば、こういう風に見ていけばめちゃくちゃ分かりやすいし、かつ、三角関数めちゃくちゃ面白いじゃんっていうね、そのもう点数も取れるし楽しめる、そのね、いいとこ取りが全然できるようになっていくと思うので、今回そういった話をしていこうと思います。三角関数って要はこういうことやねという風にですね、説明していきたいと思うので、ぜひですね、この動画を聞いて三角関数やる気になったわっていう風に思ってもらえたらいいかなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。まずですね、1問だけ問題を考えていきます。はい、今ですね、この x の長さを求めなさいと、 44432x っていう時に x の値を求めなさいっていう問題があったとしますね。これですね、まあぶっちゃけ中学の範囲でも解けるわけなんですね。どういうふうに考えるかというと、444、あ、これ正三角形だと、正三角形だからここ60度になってるなーっていうのが分かるわけですよ。これ大丈夫ですかね。で、60度で、この x っていうところに注目すると何が分かればいいかというと、これですね、もう切り取ってあげれば x23 と 23x こういう風になっていて、かつですね、まあ、ここ60度ということが分かるわけなんですよ。まあ、この60度っていう情報は、この444っていう三角形のここの角と一緒だからだよっていうふうに言えるわけなんですけど、これが分かればもう一発なんですね。ここ垂線とか下ろしてあげれば、ここ60度っていうことから1対2対ルート3っていう関係が成り立っていると。まあこっちでもよかったけどね、こっちの方がいいか、分数になっちゃうからね。こっちに下ろしてあげれば、ここが1対2対ルート3っていうふうになるので、ここルート3、ここ1と、そしたらここ2になりますよね。ここは2ということが分かるから、ここで三平方の定理使って4たす3が x の2乗で x がルート7と、こういうふうに求めることができるわけなんですよ。じゃあですね、ちょっと問題変えますね。はい、445で 23x というようなですね、この x の長さを求めなさいって、だからここの部分が4じゃなくて5になった場合ですね、この x を求めなさいって言ったらどういうふうにやっていくのか。これですね、まず要するに大事なのはですね、この 23x の部分ですね、 23x の部分がすごく重要になってくる。で、445っていうものとここの部分が角が一緒なのかと、まあ、要はこの 23x でさらに情報を引き出したいってなった場合、要はこの 23x と445のここの部分の角が一緒だよっていうふうに言いたいわけですね。この角で、さっきはですね、ここ60度だよねと、だって正三角形だもんっていうのが分かったわけなんですよ。うん、60度、じゃあ60度、うん、じゃあここはって言われたら、ここはどういう角かというと、445の三角形のここの角だよとね、445、まあ444だったら60度なんだよねと、じゃあ445、445君何と、445何だよと、この角度何、444よりちょっと広がってるから60度よりは大きくて、まあどれぐらいですかねみたいなね、まあわからないと、でもね、これわかんないとこの x 求められないじゃないかってね、めちゃめちゃ問い詰められるわけですよ、上司に。まあ上司と一緒に解いてるかわかんないんですけど、まあなんかね、上級生の人にいじめられると、わかんないけど、でもそれでも、でも確かに、まあ角度60度とかぴったり言えないけど、確かに何かの角はあるんですよ。それはそうですよね、僕たちがわからないからといってそこに角はないというわけじゃなくて、自分たちがわからないけど、まあ何度っていうのはあるわけですよ。65度なのかな、 65.1 度なのかな、まあなんかね、ごちゃごちゃしてわからないけども、何かしらの角はある。で、今回ですね、60度だったら扱えたのに、60度じゃなかったら扱えない。これって、だいぶ不合理じゃないですか。なんかの角はそこにあるのに、
角度、これ何って、何度、何度かわからない、何度かわかんないな、っていうので止まっちゃう。これをですね、何かしら扱ってあげられるように、だから60だったら2対1対ルート3だよね、みたいなね、そういう風に60度っていうのから扱っていけるように、60度じゃない、何かしらの角はある。でも何かがわからない。っていうものがあった時に、それをですね、何かしらの角があるものにですね、名前を与えてあげるものが、サイン、コサイン、タンジェントというものなんですよ。大丈夫ですかね。これ何の角って言われてもピンとこないと。でもですね、これまあ後で計算してあげればわかるんですけど、いずれね、余弦定理っていうものがやるんですが、これ、コサインシータ、こう書くシータとすると、コサインシータイコール32分の7となるようなシータですよっていうふうに言ってあげれば、ああ、なるほどね。シータイコール何度っていうのは言えないけど、まあコサインシータっていうものは32分の7になる。そういうシータっていうことね、ここはっていうのが言えるようになる。つまりですね、簡単に言うと、サイン、コサイン、タンジェント。こいつらは一体何なのって言ったらですね、はい、サイン、コサイン、タンジェントは名もなき角に名前を与える道具だというわけなんですね。はい、まあこう60度とか45度とかね、有名な角度はたくさんあるわけだけども、それ以外のものもちゃんとですね、存在してるわけですよ。角度ここにあるよと。70何度か、まあ自分でもわかんないけど、私角度いるんですっていうね、そういったね、角度に対して、ああ、なるほど、君はですね、サイン、シータイコール4分の3となるシータですよね、とかね、コサインシータが3分の2となるシータですよね、っていうね、存在を与えてあげる。それがサイン、コサイン、タンジェント。これが、まあ、総称して三角関数というものなんですよ。はい。まあ、これでね、名もなき角。なるほど。だからこれによって、名前がなかった角に名前が与えられたことによって、世界が広がっていくんだ。いろんなことができるようになるんだ。っていうね、そういうワクワクをですね、味わってほしいわけですね。今までなかったもの、なかったはずのものに、こう無理やりサイン、コサイン、タンジェントっていう名前の付け方を与えてあげることによって、すべての角度に意味が出てくる。キラキラ輝いている。適当に今やりますね。4、5、6みたいなね。ここの角、ここの角なんてね、普通考えることはないんですけど、サイン、コサイン、タンジェントっていうものを導入したら、これ考えられるようになるんですよ。これサインシータイコール何とか、5シータとしたら、サインシータイコール何とかってなる角シータですよねっていうのは、計算すればわかるようになるんですね。それがすごく面白い。一気に世界が広がっていくんだなっていうのがわかるわけなんですね。まあぶっちゃけですね。今回の名もなき角に名前を与える道具、これめちゃめちゃちょっとね、かっこいいフレーズだなと思ったので、まあこれ伝えられて僕は大満足なんですけど、一応こっから三角関数を勉強するにあたって、どういう話が出てくるよっていうことを、バーッとですね、なんとなく概要だけつまんでいけたらいいかなと思います。まあ僕自身、徹底基礎講座とかね、別の講座とかも出したりしてるんですけど、そこで学ぶようなことが、どういうのが出てくるのかっていうのを、バーッとね、全体像を見ていくと。はい。じゃあまず、そもそもですね、なんでサイン、コサイン、タンジェントが三角関数というふうに言われてるかというと、一番最初にですね、三角形、直角三角形を通して、サイン、コサイン、タンジェントっていうものを学んでいくんですよ。まあ、ここ直角三角形があって、例えば3対4対5の直角三角形があった場合に、まあ、ここの角度θ とすると、お前なんやねんと、何度やねんって聞いても、わかりませんってなるわけですよ。もうお手上げってなるわけだから、いやいや、ちょっと待ってねと。でも確かにシータっていうのあって、どうにかして扱ってあげたいよねって思った時に、はい。サイン、コサイン、タンジェントっていうものを導入してあげるわけですね。まあ、詳しいのは省きますが、サインはですね、ここの5分の4と、斜辺分のその向かいの辺っていうのがサイン。サインシータイコール5分の4。で、コサインシータはって言われたら、こう、斜辺分の、これ、角を挟むところ、5分の3。タンジェントシータはって言われたら、これですね、ここの3分の4とこういう風になってるっていう風に、もうなんでって言われたらそういうもんだっていうことで、今最初はそういうもんだっていう感じで学んでいけばいいと思いますね。でサインシータは5分の4、コサインシータは5分の3、タンジェントシータイコール3分の4となるシータだよって言われたら、ああそういうことね、何度か分かんないけど、なんかこういうこれを元にいろいろ扱えるようになったね、よかったねシータくんっていう風になるわけですね。これ覚え方としてはよく言われるのが、サインのですね、筆記体がこうですね。
S か、S の引き体がこう、C の引き体がこうですよね。タンジェントの T の引き体は T と。ということで、サインのここの部分が5分の4と。コサインは5分の3。タンジェントは3分の4というふうに、まあね、覚えましょうというふうに言われているんですが、まあとにかく、これ三角形、直角三角形から生まれるものだから、三角関数だよねっていうふうになるわけなんですね。この三角を取って三角関数というふうに言われているわけなんですけど、ぶっちゃけ三角関数ではないです。はい、サイン、コサイン、タンジェントは三角形で一番最初なんか習って、なんかサイン、コサイン、タンジェントこういうもんだよみたいな感じで習うから三角関数というふうにしがちだけど、ぶっちゃけですね、それよりもっとこっちの方が分かりやすいんじゃないかなっていうのがあるわけですよ。要は名もなき角に名前を与えてあげる道具なわけなんですよ、サイン、コサイン、タンジェント。だったらですね、円で考えた方が良くないですかと。円がある。こういう円があるとします。でですね、例えばこの X 軸の部分からここのね、シータ度、シータ度だけ動いたっていう風に考えますね。シータ度こうやって動きましたよっていう風に考えた場合に、このシータどうですかって、何度ですかって言われてもね、まあ60度とかだったら分かるけど、それ以外は分かりませんってなるわけですよ。じゃあこのシータにどういう風に名前をあげればいいかというと、このですね、X 座標をコサインシータ、Y 座標をサインシータと、こういう風にしてしまおうというわけなんですよ。よろしいですかね。だから、例えば、はい。半径が1の円で、このね、5分の3、5分の4のところでピーってやってるものがあったら、これですね、コサインシータイコール5分の3、サインシータイコール5分の4、っていうシータだっていう風に考えてあげようっていう風になるわけなんですよ。これが分かれば、実はですね、さっきのこのこれ分のこれ、これ分のこれ、これ分のこれとかもね、一発で分かるわけなんですけど、はい、534っていうことで、これね、534っていうものがあったときに、まあ円で考えてあげると、これ1、これ円ね、こういうものが考えてあげて、この円を考えてあげたときに、はい、半径が1の円のこの X 座標と Y 座標、まあ X 座標と Y 座標の値をそれぞれ求めてあげればいいわけですよ。よろしいですかね。そうしたら、X 座標の方がコサインシータ。ってことは、これ5分の3ですよね。5分の3。で、Y 座標の方がサインシータだから、これ5分の4が Y 座標になってますよね。みたいなことが、円から導かれると。まあ、この角の部分、まあ、名もなき角なんだけど、ここのね、円の単位円っていうのは半径が1の中心が原点にある円のことで、その単位円のうちの、まあ、要はこの角っていうふうにした時の X 座標をコサインシータ、Y 座標をサインシータっていうふうにしてあげれば、例えばこれだったらコサインシータイコール5分の3、サインシータイコール5分の4となるようなシータがここの角ですよっていうふうに名前が与えられるよっていう話なんですね。よろしいでしょうか。それが分かると、いろんなことが分かるんですよ。例えば三角形、直角三角形以外のものも分かるんですね。3、じゃあ、4とかね。まあ二等辺三角形ですよ。このシータ分かりませんっていう風になった場合に、これ普通に補助線引いてあげればですね、コサイン、サインとか求められるんですけど、一般にですね、三辺が分かった。まあ A、B、C みたいな感じで、三辺が分かっている三角形のこのシータっていうものを、どういう風に名付けてあげればいいのっていうのがもうルールとして決まってるんですよ。もう分かってる。これ分かるんですよ、簡単に。これがですね、予言定理っていうやつなんですよ。まあ、正弦定理とかね、予言定理とかっていうものを今後習っていくわけなんですけど、なんかね、ごちゃごちゃしたね、汚い式だな、ややこしいなっていう風に思うかもしれないんですけど、それはですね、予言定理っていうのは何なのかっていうと、簡単に言えば、ある三角形があって、ここね、角度がわからないときに名付けてあげる。君の角度はこれですっていうふうに教えてあげるツールなんですね。どういうふうになってるかっていうと、これ、まあ、A、B、C でここがシータだとすると、C2 乗イコール A2 乗プラス B2 乗マイナス 2AB コサインシータというふうになる。こういう公式があるんですね。まあ、ちょっとね、汚いように見えて、実は覚えるのは簡単で、このシータの、ここの部分がなくしたら三平方の定理になっている、
この部分、コサインシータをなくしたら a-b の2乗になっているっていうのがですね、まあ結構覚えやすい形なんですけど、それについては一旦ね、深読みはしません。これ使ってあげると、余弦って、まあここシータとすると、4の2乗、ここですね、4の2乗は3の2乗足す4の2乗引く 2×3×4× コサインシータと、イコール3の2乗足す4の2乗引く 2×3×4× コサインシータ。これ計算してあげると、コサインシータは8分の3という感じになるのか。こういうことなんですよ。このシータ何度って言われたら、わかりませんっていうね。でも、いやいや、実際角度あるから、何度だよっていうふうにね、まあ先輩にね、いじめられても、まあそこでね、もうわかりません、すいませんってなってたところを、こう言い返せるわけですよ。シータ何度かわからないけど、コサインシータイコール8分の3っていうのを成り立つようなシータですよって言ったら、あ、なるほど。シータってそういうものなのねというふうにね、共通認識が得られる。もうね、だから皆さんですね、いろんな角度、まあわからないものが出てきた時に、こう予言テープとかね、使ってあげることによって、いろんな世界が見えてくる。で、いろんな世界をいろんな人と共有できるようになる。このシータ何っていうふうに言われた時に、うん、わかりませんってね、まあなんか要はこういう、これぐらいの大きさです、みたいなね、手でね、指してるわけなんですよ。ね、普通だったら。これぐらいかな、あーちょっとずれてる、もうちょいこれぐらいだったかもみたいなね、まあね、こういうやつですよ、ピースの角度みたいなやつですよ、はい、まあでそれずれちゃうわけだから、正しくね、こうこれはサインシータイコール何度となる角ですっていうふうに言えればいいわけなんですよ、はい、そういうのをちゃんと予言定理とか正弦定理とか使って、いろんな定理を使ってあげれれば、そのこういうね角とかと辺の長さとかとね、いろんな融合とかね、いろいろ扱いになって、世界はハッピーになる。もうね、世界ハッピーになったなというふうに思いますよね。思ってください。もう思いましょう。もう思わなきゃダメ。うん。ということで、まあ、サイン、コサイン、タンジェント。結局、なんやねんって言ったら、名もなき角に名前を与える道具。これだけですね、思って、サイン、コサイン、タンジェントに向き合ってあげれれば、ちょっとはね、勉強しながらワクワクできるんじゃないかなと思います。ワクワクしたよっていう方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントにこういう動画撮ってほしいよっていうものを残してもらえると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。